はい、どうも翼です。ですね、東京エレクトロンの主任の並々ならぬ給料について語ります。今ね、細かな金額が書かれた給与明細書を再生リストに並べてますので、見たい方は再生リストからおたどりくださいませ。ではいきます。基本給が45万4千円、時間外手当は2万8千円、通勤手当が1万6千円、役職手当が3万6千円、通勤手当が1万円で、月収が54万4千円ですね。賞与が年間2回で、224万1000円。で、年収が、845万円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。